見たこれ。うわ、ちぎれた、ちぎれちゃった。見てこのでかい、でかさ、でかピーマンね。あ、ちょっとしょなってきてる放置しすぎてちょっとしょなってきてるやつで、まあ、ちょっと元気なくなる前にね、このピーマン今日山ほど使ってね、むしろ全部使ってもいいんじゃねえかって気がちょっとしてきてるぐらいしょなってる。そこまでしょなってる。何個使っていいと思う、これこのエグいピーマン。でかいからな。でかい。ちょっと怪しいのがいくつかあるんで、あーこれめっちゃ怪しい、ぐちゅってる。ちょっとやめようか、ぐちゅってんのは。あ、ダメだな、使いましょう全部これ。もう一個ぐちゅってるんでしょ、心配になってきた、うん、かわいそう、ピーマンが泣いてるよ、はい、ちょっとだけ。うわ、トウバンジャンとかは来月だもんな。うわぁ、うわぁ、よし。味噌汁ってネギ入れるよ、あると嬉しい、ね、これとこれってさ、一緒に入れていい？うん、いいよ。だって本当はピーマンもそんなに煮込まない本当はね。シャッキシャキのボルボル食べたこと絶対うめえじゃん。シャッキシャキのボル。種は取った方がいい？別にあってもなくてもどうでもいい。なんか種は意外と普通に食べた方が栄養的にはいいってなんかで見た。あ、そうなの。うん、じゃあ食べれば。だから気にしない人は全然食べた方のが栄養があっていいよみたいなのを見た。ひついてたね。で、前これに醤油ぶち込んだらどれも。あ、間違えた。え違う違う、ネタ間違えちゃった。やめてよ、食べれるのっていうの。泣いちゃうよ、人参が。ほんでもって手切っちゃった。え、どこで、え、何で手切ったの。包丁で。いつ。今さっき。何も言えねえ。で、今種飛んでたんだけど。種飛んでたんだけど。よし、OK。これ全然映ってなかったんですね。滑るな、こいつ。こう、こいつ滑るね、種残したから。お前種残したせいだろ、切ったの。ネギ入れる？私の作った特製つゆだよ。映らねえ。濃厚でうまいよ。じゃあね。よいしょ。ちょっと溶けた豚肉に混ぜこでした片栗粉が絡みついて粘着性を持たせるのです。これもまた洗いました。ニンニクも一緒に揉み込んじゃえば、もうニンニク、これニンニク、これね。え、
ったかいよね。逆に。結果あれがテープになった。割と引っ付いてる。割と引っ付いてる。カムとベルセルフかな、今日は。ベルセルフ。シャキシャキ。シャキシャキ。今シャキシャキでうめ。おい、マヨ。あんまなんか味が薄かったから。おい、マヨ。したかったらどうぞ。いただきます。うんまっ。うんまっ。熱い。めちゃくちゃ辛くなくて、ちょっとだけ薄味にしてあるのね。うん、今回結構自信あるわ、これ。うまい。うまいと思う、今回。うん。いつものこういう差を期待するとちょっと薄いかなって思うかもしれんけど、これぐらいのがいいよね。ピーマンがシャキシャキなのよ。うん、うまっ。アリじゃない？うん、美味しい。よかった。うん、あ、でも結構ニンニクぶち込んで正解だったな。ニンニクがまたうまい。ピーマンうまいな。おかっ。うん、うん、幸せ。
とキムチも合うと思う。うん、うまい。じゃあめっちゃ熱いこれ。やっぱでっかいピーマンめっちゃ入れたからめっちゃうまい。うん、うん。